モンキーフリップサルチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。本日はタマザルこと小玉がご紹介させていただきます。今回はですね、先日まで、開催させていただいていた2020年モンキーフリップ夏のコレクションモデル砂の嵐の展示会場の方からお届けさせていただきます。こちらご紹介させていただきたいと思います。 HDS と書いてヨミと読みます。こちらまずこう目に飛び込んでくるのが、このフロントのこの大胆に施されたレーザー柄になっております。インパクト抜群なデザインになっております。ちょっとこのカッティングされているような部分にも綺麗に彫り込みがされています。打って変わってテンプルはシンプルなデザインになっております。形は程よいサイズ感のスクエア型になるんですけれども、この生地の厚みがですね、肉厚なものを使っております。カラーリングとしましては、先ほどから見させていただいているこちらの、クリアブラウンにゴールドの尻尾が入っているものと、ブラウンデミにこのレーザーの筋彫りだけされているものと2色ございます。全然雰囲気が違ってくるような色合いになっています。着た時の印象はこんな感じですね。フロントのこのレーザー加工との横テンプルはですね、シンプルなデザインになってますので、オリジナルモデルの特徴でもあるこのカスタムをこの横前面などに施すこともできます。もう一色ですね、ブラウンデミにこのフロントはレーザーの筋彫りだけのフレームになります。ちょっとこうゴールドの尻尾だと派手すぎちゃうなっていう方にも、こちらまた全然印象違いますので、おすすめできるような2色の展開になっております。本日は2020年モンキーフリップ夏のコレクションモデルの中からヨミをご紹介させていただきました。詳細な情報はモンキーフリップの公式ホームページの方にも記載がございますので、ぜひチェックしてみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。よろしければモンキーフリップサルチャンネルのご登録とグッドボタンお願いいたします。